きますか、えー。ラジオネーム犬は歩かなければ棒にも当たらないさん宮下さん草薙さんこんにちはいつも楽しく拝聴させていただいております私は普段は何ともないのに急に子供の叫んだ声や大きな音が胸に刺さるような不快な気持ちになる時がありますほ<う>最近の一番はうわーとかいいとか草なぎさんの大きな声が不快です <laughs> <laughs> ちょっとえ、ね <laughs> 周波数が合わないので、うん、耳を塞いでしゃがみ込みたくなります <laughs> 素でやってるなら仕方ない素でやってるなら仕方ないので見ないようにしますが、うん、芸風で面白いと思ってるのでしたら私と同じ症状が出る方もいますので別キャラを作ってください <laughs> さてお二人が考える最強の音は何ですかって <laughs> うるせえこいつ! <laughs>」<laughs> おいなんか おなんかそうねあのなんで越崎さん微妙なアンチを本人に読ませたんだろうな。<laughs> アン<チ> <laughs> 微妙なね微、うん、アンチだよね多分こいつアンチなんとなくよく言われるそううん微妙なアンチだよね多分この完全に否定しないというこの、うん、一番傷つくやつ大きい声が不快で <laughs> まあまあ いろいろねあのー、いらっしゃいますからね、うん、こうに人間ですからそれがまあ不快だと感じる人もどうぞ200回記念こいつ <laughs> 聞かすの生で <laughs> お二人が考える最高の最強の音は何ですかって降ってきてるちゃんと、うん、あのトークテーマ言ってきてくれるから、うん、トーク普通に苦情だけだと、うん、なんか読まれないって思ってトークテーマに寄せて送ってきたんだこいつ <laughs> 嫌なやつだよ本当に。 こいつって言ってて言るじゃんいやこいつ嫌なやつだよ本当に性格が知れるよこの性格の悪さというか <laughs> ああ <laughs> あえてトークテーマを送ってきてますからねっていう手でなんか嫌な感じで送く一番嫌いなこういうやつ俺マジでああ我慢しろよ <laughs> ああそれぐらい耳を塞いでしゃがみ込み込たくなります今しゃがみ込んでじゃない、うん でやってるのに仕方ないえ芸風でやってると面白いと思ってる私との症状が出る方もいないでつけられるって <laughs> いねえからこれマジであの <laughs> なんか自分一人しか思ってないのになんかそのぜ私 みんな言ってるよみたいないるじゃんたまにそのああちょっとスイッチがんかその自分しか持ってないのになんか人に伝えるときにんかみんな持ってないこれは腰崎さんがおるよこれは腰崎さんが悪いマジで一番大事なお前お前たちと同じ相談が出てる方もいますのでこの逃げる分がめちゃめちゃある大きい声が出るよわっ大きい声が仲間なんかいないからお前に俺はねちょっとバカ バカって言ってるバカってなお前リスナーさんに多分すごく聞いてはくれてるな、んな何でか聞いてはくれてるよいつも楽しく配聴させていただいていつも楽しく配聴していれていてあ見てみんないた宮下さん草薙こんにちはって書いてある最初のところにうわヤバこいつバカカ <laughs> ってわれて <laughs> そろそろお別れの時間ですよと送ってくんな。この番組では皆さんからもトークテーマを募集します。間はあごですやってるので仕方ないので見ないようにします。さあ、じゃあ、ちょっとトークテーマ、引いていきましょうかね。<coughs> 左。リスナーさん。お、リスナーさん。じゃあ、あれですかね。せっかくなんで、先週、あの、覚えてますか。最強の音を。 いいよもうてて教えてくださいというトークテーマが、うん、いいないよそんなトークテーマ <laughs> マジでんやめろよこんな199回目っていう直前のめでたい回にこんなやつのこともいい,やい,やいいちょっとトークテーマだなと思ったんですよその、うん、いいね,ねよくねちょっと 微妙なアンチではありましたけどもアンチアンチアンチがメール送ってきたなんかすごく嫌な気分こいつなんだこれ私と同じ症状が出る方もいますのでせっかくお前しか思ってねえバカもうちゃ味方にすんななんかさ自分しか思ってないことをみんな持ってるって数を味方につけて相手に言ってくるこの作戦マジで汚いからお前もよく使う作戦だけどね <laughs> お前もよく使う手口を <laughs> <れ>みんな言ってたと <laughs> これ一番すごい <laughs> ちょっとなせっかくなんでじゃあせっかく送っていただいたんでねじゃあ最強の音を決めようじゃないかというなんかないの今今今一番聞きたい音何今こんだけさほらストレスがバーっとボルテージが上がってってさ、うん、マックスじゃない今もうストレス怒りもどんなヒーリングミュージック どど,どんな系のがいいの？あ、海でもないな。なんか。でもさえ,さえずりとか。小鳥も<ー><ー>どんな感じ？ちょっと口でやらす。それ。<laughs> あ、なんかだめ <laughs> なんかいや面白そうだなって思ったんだけど。 チュンチュンってやつ、チュンチュン、あチュンチュンってやつ？チュンチュン、でなんかチュンチュンチュン、どうな、後ろは後ろになんかさ音流れてるじゃない？チュンチュンだけじゃないでしょなんか、あ、っていうね、あそれベースで、それ後ろベース流れてて、チュン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 、ザーみたいな流れてないなんか、こう森のさ、森のこの木々が揺れ動く感じのさ、ザー。 なんかちょっと、人が通ったのかなみたいな。枯葉とかをさ、踏みしめる。みたいな音がこの。鳥が多いね。百九十九回。続いた。これ <laughs>。 すごいねこのラジオ。<laughs> 200億迎えます。<laughs> 次回。<laughs> じゃあお金行きますか。<laughs>